はい、こんにちは。レトスのおのです。8月19日の3問に入る前にご連絡させていただきます。予想模試の値上げまであと1日です。まだ今からでも実力を上げることは可能です。たとえ過去問や予想模試で点数が伸びていなかったとしても、諦めないでください。理解すべき部分を理解していけば、これまで勉強してきた部分とつながってくるはずなんですね。これまではいろんなことを個別で関連付けをさせずに勉強してきたと思うんですね。 また理解すべき部分も理解していないから単に覚えるだけだったでもそれを弊社の予想模試の解説を見ていただくことであこれはこれとつながっていたのかだったりとかあこれってこういう意味だったのかといったところが理解できるはずなんですねそうすると定数に結びついていきますまだ2ヶ月ありますので諦めずに今年の合格を目指していきましょう予想模試についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいそれでは本日の3問に入っていきます 当事者間で第三者の弁済を禁止する特約で合意していた場合でも正当な利益を有する第三者はこの特約に反して弁済をすることができる丸かツかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えは、えー、弁済することできませんので誤りですね 当事者間で第三者弁済を禁止する特約がついていた場合、正当な利益を有する第三者であったとしても、弁済することはできないんですね。そのため、誤りです。では、正当な利益を有する第三者っていうのは誰なのか具体的には、例えばですね、物上保証人とか、あと借地上建物の賃借人、まあ、借屋人ですね。あと、低等不動産の第三取得者、高獣医低等権者などです。 まあそれぞれですね、どのような人かっていうのは理解しておきましょう。個別指導の受講者様はテキストに具体例書いてありますので、そちらですね、ご確認いただければと思います。具体的なページ番号については受講者専用のメルマガの方に記載しておきますので、そちらからご確認ください。で、問いにですね、免許の用費です。A が用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、 その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の売買により締結するとき、A は免許を受ける必要はない。えまるかばつかという問題です。今回、この A さんってどんな人かっていうのを押さえるとわかりやすいです。A さんっていうのは自らオーナーなんですね。まあ今回で言ったら貸主ですね。貸主となって土地を貸すわけですよね。 この場合なんですけども、取引をしてないんですよ。つまり、宅建業の免許っていらないんですね。従って A は免許不要なんです。だから、答えは誤りということですね。で、この A さんってどんな人かっていうと、地主をイメージしてほしいんですよ。地主がいて、地主さんが駐車場を整備して、それを貸してるわけですよね。その地主さんって、みんな宅建業の免許を持ってますかって話なんですよ。 持ってる方もいるけれども、意外と持ってない方も多いんですね。今回、駐車場を貸しているわけなんですけれども、駐車場じゃなくて建物の場合も一緒なんですよ。建物だともっとイメージしやすいんじゃないですかね。つまり、えー、アパートのオーナーとか、まあ、そういったイメージです。アパートのオーナーさんとかって、免許持ってない方、意外と多いんですよ。それでも、アパート経営してますよね。で、これっていうのは、自らオーナーとなって、 そのアパートを貸しているだけなんです。これは取引に該当しないから、宅建業の免許はいらないんですね。で、最近、まあちょ、ちょこちょこ流行っている投資用マンションですね。これも一緒です。で、この投資用マンションを購入しているのは、まあ多くの場合が会社員なんですよ。その会社員の方が、マンションを貸すだけなんですよね。その会社員っていうのは、免許持ってますか持ってない場合がもうほとんどなんですよね。免許持ってなくても、不動産投資を行っているわけですよ。 買ったマンンションを貸貸ししててるるわけですよね賃貸してると、まあ、このように具体例を考えるとすごく分かりやすいと思いますなんでまあできるだけやっぱ具体例を頭に入れていった方が効率的ですなのでできるだけ具体例を勉強していくっていうことが非常に効率的だと思います実際やっぱ個別指導でもあの解説とかに具体例を入れて解説してるんですねやっぱその方がお客さんとしてはやっぱ分かりやすいので、まあ、そのようにしてます まあ、あまり市販のもんだとね、具体例とか載ってない場合が多いんですけども、ぜひですね、具体例考えながら勉強するということをしていただければと思います。で、問い3ですね。県が道路の用地とするために、農地を取得する場合、5条許可が必要である、丸かつかという問題です。え答えは、5条許可は不要なので誤りですね。国または都道府県等が道路、 農業用用排水施設等のために権利を取得する場合、まあ、農地の権利ですねを取得する場合は5条許可え不要になってきますしたがって本問は許可不要だから誤りだということですね、まあ、今回基本的な内容なのでえちゃんとです、ね、頭に入れていただければと思いますそして初めにもお伝えをした通り予想模試の値上げまであと1日となりました弊社の予想模試は実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています 理解学習ができていない方予備校や通信講座市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方点数がまだ上がってこない方こういった方は是非弊社の予想模試で理解学習を体験してみてくださいこうやって理解するのかこういうことだったのか新たな発見や理解さらには頭の整理まで行います試験まであまり時間ありませんので今から真の実力をつけていきましょう レトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした今年絶対合格しましょう